いいですね。コスプレやってくれる奥さんって、確か奥さん確かにすごい。コスプレやってくれる奥さんって響きやばいですね。まだ熱々だからかな。あ、それが現実的に考えて10年後とかになって、旦那がちょ今日コスプレしてないかなって言ったらみたいな。いや、わかんないですよ、奥さんがコスプレ好きかもしれないから。あ、どうですかコスプレの方の。私ご趣味は。ご趣味はないですけど仕事では。でもなんかそう、仕事で来すぎてなんかもう あんまり普通の人よりは抵抗ないかもしれない。うん、制服とか。制服はもう全然来ますからね。まだまだ。なんか面白いの着たことないですか。面白いの、でも面白い服で言うと、うん、なんかクリスマスくらいにやった生放送で、うん、なんか仲いい3人で生放送するってなって、うん、そのコスプレクリスマス衣装を自分たちで選んで着ていいですよって言われたから、はいはいはい、もう仲いいから、うん、なんか可愛いのとかじゃなくて、うん、面白いやつ、この仲いいからこそ着れるやつ着ようって言って、ね、うん、確か何だったっけな、クリスマスツリーのなんか着ぐるみみたいなやつと、 あとキャンディー、はいはいはい、あの傘の、あの杖みたいな形のキャンディーのコスプレと、うんうん、あともう一人誰、何やったかな、でもなんかそういう系の服は着ました。自分は何やったの。自分はキャンディーです。あー、キャンディー、頭からこうグイーンって傘の部分が。ちょっと後でググってみます。やめてください出てくるかないらっしゃい。今日はクリスマスだね。クリスマスだけど、私の家は貧乏でサンタさんが来ないんだ。だからクリスマスプレゼントもらったことないんだ。お兄ちゃん、クリスマスプレゼントくれる？もちろん。